Universe is mine. どうも皆さんこんにちはチャバンのまっです、えー、今回はパラディンズカジュアルマッチということでボラを使ってフィッシュマーケットで戦っていきます、えー、こちらツダメージをお相手はツフランクということで相手にボラがいますねはいということで、えー、やっていきましょう ってことでやっていきましょうか、えー。タレント揺るぎない圧力を使っていきます。闇のサイフォンっていう、な、なんだ、スキルがあるんですけども。それが、えー、追加ダメージでね、えー、敵のターゲット、敵の体力の1割を、えー、与えます。で元とが400とかだったかな。ロダートこれ使っていきます。 えっと闇のサイフォンもともと当たると200ダメージその後時間経過でプラス400ダメージでこれで600ですねで相手の,、えー、の HP が2000足だったらシを尺トライフリップ積んでいきます 1. 1> 相手が 2000HP の子だったら追加で200ダメージ <1. S 1> 4000HP 4000ぐらいのタンクとかだったらプラス400ダメージっていう感じでしょうかまあいつもよりいっぱいダメージ与えられるよっていう感じですね

いいねそうチェスチエネミー,ネミーあこれ前出るとまずいなこれ左から来るね グルンあっベズイ逃げられちゃうほっ<お>当たれよしまずい。 でポイントに考えて o ッ来ないかなよしよしよしでえっ、ー、と焼酌とああ他アイテム買えないのかじゃあ消酌だけでいこうか めちゃめちゃボラって、えっ、ー、と、自己ヒールがめちゃくちゃ多いチャンピオンなので、ええー、まあ、なんて言うんでしょうね。一気にガって突っ込んで戦うってよりかは、なんかチク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 って変に戦い続ける方が、個人的にはめちゃくちゃやりやすいですね。で、一気にガっていくと、自己回復し終える前に敵に多分ダメージ食らいすぎてやられちゃったりとかするので、チクチクしながら自己回復して、ええー、まあ、継続的に長く戦えるようにしてます。 すするようにしてますはいということでやっていきましょうこれどうしようかな売るとなんかトルパとかに使いたい感はあるんですがまあ正直何でもいいかさあこれでこれグローバー取れる動かせないよー 大丈夫かなあボラが上にいるなあナイス不要でしたかはいはいはい、はい、追います追いますどっかにあ落ちたな あ今のやれんかったッーさあひ左じゃんえ気のせいかえっと今のは抹殺で一応無効化できたね 半減とはいいダメージ食らうのであマジ外しちゃったごめんあの後ろで構えてるビクターは殴りつつグローバックーンサブケ、okay. ナイス ということで、無事処理ですね。はい、ということで、えー、こんな感じでした。おお一回も死んでないね。さあ、まあ普通になんかタイマンでも勝てたから、特に困るところはなかったですね。なんか敵が2人、3人で同時に殴ってくるよみたいなことがなかったので、比較的、えー、動きやすい試合だったんじゃないかなと思います。はい。で、えー、っと、 なんだアイテム見ていくと、呪釈にライフリップ1となってます。えっ、ー、と、まあ、自己ヒールがすごいよって言ったので、まあ、その補助となるようにっていうのかな。えー、通常攻撃でも HP 回復できるようにライフリップ積んでますと。ま、呪釈はいつも言ってるように、えー、敵のヒール量を削ぐことができる唯一のアイテムですので、えー、これを使うのが、これを買うのがとても強いですね。はい。 って感じでしょうか。ま、あ今回あれかな。相手にも、相手のボラの自己ヒールも落とせるし、あの、バツのね、えっと、なんだ、突進だっけ移動アビリティ、ピュンって飛ぶやつ。あれを使った後の HP 回復とかも結構すごい量回復できたりするので、えー、まあま、それも、その回復量も落とせたりしますね。積んでるかわかんないけど。あ、これ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 、瞑想ってやつ。とか、そんところかな。まあ、まあま、あまあ、あそんとこかな。 で、まあ、仮に、こう、めちゃくちゃ長いラウンドになったとしたら、小尺さん、ライフリップさん積んでから、そうだなぁ、性かな耐性でもいらないか。いや、体性積むかなあの、トルーおじいちゃんの向こうっていうスキルがあったりとか、まあ、ボラもね、クリップ、えっ、ー、と、クリップルにするような、え、ことができたり、えー、あと、バツのウルトで、スタンとか。 いう感じで、CC 与えられて、そのまま殺されちゃうよってことも全然考えうるので、えー、体制、体買っていったり、えー、安息の地でダメージ軽減をするか、えー、まあこのおじいちゃんの HP を早く削るためとか、えー、おじいちゃんがね、えー、トルバーワールドが他の敵チャンピオンにシールドを付与することができるんですが、そのシールドを早く削れるように打開を積むか、っていう二択になったかなと思います。そのとこですかね。はい。 まあ自分がこうカツカツで戦ってるなら暗息の地を積んでって、割かし余裕があるなら、え打開を積んでっていう感じにやっていけると、まあ将来的には、えま勝ちやすかったんじゃないかなと思います。はい。じゃあちょっと今回使ったタレントですが、揺るぎない圧力ですと。まああれですね、ちょっと、え試合開始前ぐらいにさらっと話してましたが、えー、追加で敵のターゲットの敵のえ最大 h ピンの10%のダメージを与えます。 で、えー、この闇のサイフォンっていうのを敵に与えた時点で200ダメージ、そこから継続ダメージで、えー、っと、プラス400ダメージ与えますと。で、このタレントを取ってると、その継続時間のタイミングで、えー、プラス、えー、っと、敵の HP の10%分なので、えー、なんだ、元々が600ダメージ。継続ダメージ合わせて、えー、元々が600ダメージだったのに、追加で、えー、最低でも、 2000かな最大 HP2000 キルクはかなり少ないので、まあだいたい最低でも2000と思っていいんじゃないかな。2なんで、えー、その10%である200が追加になって、最低800ダメージになるかな合計。800ダメージから、まあ HP が高い相手。例えばラームとかだと8000とかに、えー、ソールアーマー含めて。 ソウルアーマーは体力扱いになるので、えー、そういう時はプラス800だから、えー、この闇のサイフォン当てるだけで1400ダメージとかになるのかなっていうかなり高いダメージをね、与えられるようになったりもするので、えー、強いに、強いですよって感じです。で、ロードアート見ていくと研ぎ澄まされた石ですと。闇のスタックを消費して、スタックごとに追加で50回復すると。えっと、ボラちゃんは通常攻撃を当てると最大5つかな えっと、通常攻撃のこのなんだ、真ん中のレティクルの下に、えー、点が1、2、3、4、5って多分あると思うんですよ。あれが5個溜まると、まあ、スタックが5個溜まったっていうことなんですけども、そのスタックが溜まってる量に応じて、えー、っと、スキルの、スキルに追加効果がつきます。例えば、えっと、さっきのタレントでね、えー、タレントの対象である闇のサイフォンっていう、なんだ、下から上に鎌を振り上げてなんか、なんか飛ばすような攻撃。 波動みたいななやつを飛ばすような攻撃だと,、えっと、確かこれがクリップル状態にするだったかな。敵が移動アビリティを使えないようにすることができたり、えっと、なんだっけ、抹殺っていう、ちょっとこう、飛び上がって、鎌を振り下ろすような、えー、まあ一瞬無敵効果がつくような攻撃があるんですけども、それを使った、えっ、ー、と、なんだ、スタックが5個溜まっている状態で、その、 抹殺っていう攻撃を敵に当てると、ちょっと何秒間か忘れましたが、スロー効果を与えることができたりするんですが、それにさらに追加で、えっと、この闇のスタックが、えー、溜まってれば溜まっているほど、自己、自己ヒールできるよっていうものですね。な、なんで、えー、5個溜まってる状態で各スキル使えば、えー、250かな。配布します。はい、ま、これが、 スタックが、なんだ、2とか3とかだったらまあかけるかける、ま、50×2、50×3。ま、それぞれ100、150みたいな感じで HP 回復していきます。はい。で、まあ、なんでこれは自己ヒールの、えー、カードになってますね。で、次、新たなる目的と。最大 HP を増やしてますと。もともと何本だったかなちょっと見てみるか。ボラちゃん、ボラちゃん。ボラちゃんもともと2000なんで2200。なんかダメージとかと同じような体力値になるのかな大体の。って感じですね。 で、今、ここ左二つ紹介しました。三つ目が、えー、これ通常攻撃です。用を招くかま。通常攻撃を敵に当てると、なんで、シャン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 みたいな感じで、えー、斧振ってると、振ってるとというか、敵に当てると移動速度がちょっと上がってるよっていう感じですね。で、えーっと、ちょっと教えてもらった時に聞いたのは、えっと、ボラちゃんが左右にね、あの、なんだ、レレレ,レしながらっていうのかな、いわゆる。左右に触れながら、移動しながら、 えー、この通常攻撃あって続けるとその移動速度上がってるので、えっ、ー、と、横によりお大きく動けるようになるので、敵からするとちょっと弾が当てづらいみたいなね、感じになったりします。なので敵の弾を避けるじゃないですけど、敵の弾を外す誘導するために、えー、移動速度が上がったりしてますって感じです。 で、次え、壊れた道。闇のサイフォンによる回復量が100浄化すると。ちょっとこれ、えっと、どこにかかえるのかな闇のサイフォン使うだけでいいのか、ちょっと怪しいんですが、あの使うだけっていうのかなえっと、スタックに関係しないのかわかんないですが、えー、まあ闇のサイフォンを使うと、えー、100回復するよってことなのかなちょっとここは、良い検証ですが、ちょっとここはふんわりしてますね、知識が。もし知ってる方いたら教えてください。ただ100回復するだけか怪しい。はい、次、えー、意義ある統一。 え、闇のサイフォンを敵に命中させると、えー、火ダメが軽減されます。という感じです。はい、10%軽減ですね。はい。まあ、そんなに、大きくもないですがって感じですか。まあ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 。はい、という感じでした。まあ、あとはスキルをね、普通に回しながらやってたので、そこまで、なんだろう。すごい考えてやってるみたいなことはあんまりなかったですが。まあ、普通に通常攻撃当てて、5個溜まった状態で、 あの、抹殺の距離には基本的に僕行かないので、えー、この闇のサイフォン、5個溜まった状態で闇のサイフォンを使うってことだけ意識してました。まぁ、あ、ちょっと場面によってはね、えっと、なんだ、あ、もう倒せそうじゃんって時は、あの、闇のサイフォンつ、あの、スタック溜まってないのに闇のサイフォン使うとかありましたが。あとはなんだろう。移動の点ドリルを貼る場所はちょっとこう、慣れていかないと、ピュッて貼れない。 なのでちょあとは、うんと、ビクターのウルトをなんか無理やり突破してた場面があると思うんですが、ビクターのウルトって、えっと、自分が対象になったりとか、まあ、自分の近くに落ちるよっていう状態だと、あの、なんだ、床に炎上の紋章みたいなやつが出るんですよ。ここにウルト落ちますぜみたいな紋章が出るので、そこに、そこから出るために確か最初テンドリルを使って、 えっと、飛びながら、それを避けて、で、まあ、飛んだ後はもう移動スキルはなくなってるので、次自分に、あの、マークつけられたら、えっと、真ん中のね、アビリティ、抹殺。で、この無敵時間を使って、えっと、ビクターウルトを食らわないようにっていう意識をしてましたね。ちょっと今回は確かでも当たってなかったような気がしますが、もともと。はい、そんな感じでした。 ちょっと無茶な移動の仕方ではあるので、まあ一番楽な方法は顔を出さないことですね。ビクターが見てるよっていうところに顔を出さないことが、まあ一番大事かなと思います。はい、そのところでしょうか。はい、結構ね、僕ボラちゃん最近、ここ1週間か2週間ぐらいかな、ちょっとボラちゃん優先的に使ってランクマッチでもね、えっと、活躍できるようにっていうので練習しているので、ちょっと今回それを紹介させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか えー、あとあれか。ウルトが敵の HP66.6% 以下だよっていう。以下の敵にウルト当てれば一発で倒せるよってことは覚えておいた方がいい。これは絶対覚えておいた方がいいです。はい。そんな感じでしょうか。表紙抜きするんでね、一発で倒せると思ったら全然生きてるやんってなると。びっくりしちゃうんで。はい。そんな感じです。えー、それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。